皆さんこんばんこばは<ー>もういいでしょう時間も伸び伸びで大変なことになってるんであの短く切り上げたいと思いますけど、えー、ご紹介いただきました、えー、現在もともと、えー、スタートはプロのトライアスリート書い,てあるのか書いてないですね、えー、プロのトライアスリートそしてその後、まあ経営者になりまして現在は都議会議員をやっております白田太郎といいますあのー、ですからですねどっちかというと1年ぐらい前まで今こんな格好してますけども ネクタイをすするのは1年に回回か2回しかなかしなったんですところが時がけになってから毎日来てるんで今日も本当は自分らしい格好で来いって言われたんで T シャツとジーパンで来たかったんですけど仕事の関係上こんな格好になってしまいました今日は1つは僕がプロのトライアスリートになった話そして2つ目は僕が経営者になった話そして3つ目は政治家になったというお話です。 おそらくあの僕が今までいろんなところで講演してたのを聞いている方はですねあトラアスロンの勧誘しないんだというふうに思われると思います、まあ、どうしてもそういう話したい人は結構得意なんであのあの仙台側にアスロニアという素晴らしい店がありますので <laughs> 来ていただければなというふうに思いますけどもということであのその3つの話ですでその3ついろんなことをその一つ一つが大きな転換期がありましてその中で感じたことを今日は皆さんにシェアできればなというふうに思っていますまず 僕はあの中学から、えー、大学までですねクロスカントリースキーというのをやってましたちょうど今ピョンチャンオリンピック始まりますね今いろんなメディアで結構出てますけどもああいうのをやってましたで、えー、結構僕はもともと京都なんで雪国出身じゃないのですけども意外と真面目にやってまして、まあ、それなりに日本選手権とか出るぐらいまで一応頑張ってましたでその時にクロスカントリースキーのトレーニングとして始めたのがトライアスロンだったんですねちょっと待ってトライアスロン分かります大丈夫ですか わかんないでやあのー、今いい時代になったなと思いますけども昔トライアスロンって言ってもよく分かってもらえなかったんですね20年ぐらい前は今は本当に、えー、皆さんのおかげでございますがでそのトライアスロンを始めたんですあくまでもスキーの練習でしたところがそれをやってるうちにだんだんと面白くなっていつの間にかトライアスロン練習のためのスキーになりまして結構スキー部の仲間からは嫌味を言われましたまあそれでもそういう形で、えー、結構楽しくやってました でその当時の夢は僕は学校の先生になりたかったんですで、えー、中央大学だったんですけど中央大学で、まあ、社会と商業の教職を取って先生になるというのが僕の人生の計画だったんですところがその計画の途中でですねだんだんと教育実習行った時だったんですよあれ俺社会じゃねえな体育だよやっとその時に気づきましてなんとかそれから体育の教員免許を取るという目標に切り替えました なので、えー、中央大学を卒業した後実はそのままに日本体育大学に編入していますで編入した時に同時にですね、まあ、10年間ずっとやっていたスキーを、まあ、一度けじめをつけましてじゃあ残りの少ない学生時、えー、期間の間だけじゃあ今度はちょっとトライアスロンもうちょっとやってみようということでトライアスロンを一生懸命やることにしましたそして、まあ、トライアスロンやったらまあ結構はまりましたですね面白かったですねどんどんとやっぱりこうできるようになるとどんどん楽しいものです、まあ、おかげさまでそのの時に日本のトップになって スポンサーもついて世界を転戦するというもう本当に夢が広がるそんな時代を送らせていただきましたでまあそうやっぱりその頃って今この中でも何人かトラストロンにされてる方がいるんですけどもその当時は30年ぐらい前ですその当時はトラストラトンスーーレニグとかコーチとかかかコチ全然なかったんですよ本当に全然わけ分からないだから僕らも見よう見まねとかいろんな海外の文献とか。 ね、いろんなものを集めて今,の今みたいにネットもそれほどありませんでしたので一応懸命なんか自分で工夫をして追求して努力するそうすると時々結果が出るで結果が出ると世界がぐっと近づいてくるこれはすごく楽しかったですだからもしかしたら今の選手というのは逆に全部情報があるので面白くないのかもしれないないや効率はいいですよ僕は効率は悪かったけども逆に効率が悪い分すごくその実感を味わわせてもらったなと。 いうふうふには思ってますでまあ、えー、そんなことで、えーまあ、トライアスロンが面白くなってですねもう大学その日体大を卒業する頃には体育の教員よりもやっぱりトライアスロン追求したいよねと思うようになりました結果教員の道はさておいてプロのトライアスリートに専念するということになりましたいわゆる、まあ、プロアスリートになったということになりますでも皆さんここまで聞くといやー プロのアスリートスポンサーつけて世界中転戦してかっこいいよね皆さんそう思われると思いますそれはメジャーのスポーツ見すすぎです僕らのようなマイナーなスポーツ本当にそういう意味ではすごく大変ですもちろんスポンサー営業も自分自身すべての手配も全部自分自身そして成績が出なかったらいや成績が出ても来年スポンサーに「お疲れ様って言われたらその時点で生活ができなくなります 正直あの金銭面では毎年毎年ひやひやしながらドキドキしながら本当にあと1年だけやろうかなもうちょっと世界が近づいたらもうやめよう早く普通に仕事しなきゃ早く就職しなきゃそんな不安感に苛まねながら競技をやってましたそのうち大学の同級生がだいたい2 5五6ですから就職してちょっと落ち着いてくるとそれなりのポジションについてちゃんとした給料をもらいますよねそういうのを見るば見るほどますます焦ります そんな時に僕はやっぱりもう就職した方がいいんじゃないかなちゃんと就職して給料をもらって生活を安定させた方がいいんじゃないかな理論的に考えるとどうしてもそちらの方に結論が行ってししままいましたその時に僕がやはり考えたのは一番最初になんで僕はこのプロトライアスリートというリスキーな全く儲からない 世界に入っっちゃったんだろういやそうだよ僕はこのスポーツで世界を極めたいこのスポーツを極めてみたいんだそれにワクワクドキドキした瞬間があったはずなんだこれを思い出しましたそうかこの直感に素直に生きてみようということでそのまま突き進みまして、まあ、結果トライアスロンの今の僕のポジションがあるということになります。トランで学ばせていただいたただのは ととにかく最後までやり切るというそんなことでしたこれが僕の人生においても非常に大きな役目を果たしててくれていますそしてその後今度は2番目の転機、大きな転機はアスロニアという今の会社なんですがこのアストライアスロンの総合会社を起業する時でしたそのところはこのトップのプロアスリートから少し引退をしてですね、まあ、自分が走りながらも人に教えたり伝えたり それから、えー、大会のプロデュースをしたりそんなことをやってましたで、えー、そうやってるときにですねたまたま一緒にやっていた、えー、一流の経営者で、まあ、尊敬できる、まあ、先輩からですね「いやトライアるのは素晴らしいよ」「そして君がやってることも素晴らしい」「でも一人では限界あるよね」「本気でやりたいんだったら組織にしなさい」「会社にしなさい」 それを言われて初めて自分の中でその起業ということを意識し始めましたでも僕自身は両親が学校の先生なんですちなみにうちの弟も先生でしたうちのおじいちゃんも先生でしたつまりどっちかというと教育一家だったんです僕だけ落ちこぼれだったんですけどもなのでその商売とかそういうイメージが全く湧いてこないそういうリアリティが全く湧いてこないなので うーんいいよなそんなことできたらっていう思いとそれちょっとできないよねいう思いが非常に入り混じって不安でどうしても進めないでいましたそんな時にやっぱり自分で考えたのはちょっと待って確かに借金も抱えるそして人の人生も抱える起業ってそういうことですよね。これってすごく責任が重いんだけどでも 待ってよって僕は何をやりたたかったの僕は最初に何を感じたのやはり迷った時はそここにに帰ることししましたその時にやはり自分が思ったのはトライアスロンを自分が極め,た極めてきたトライアスロンをみんなに伝えられるこんなに幸せなことはないこんなにワクワクすることはないそしてこれを自分の仲間とできるこんなにすごいことないじゃないかもうこのワクワクドキドキだけで十分だ。 これがやっぱりこの直感をこの感覚を自分はちゃんと信じようそういうふうに思いましたそしてアスロニアを起業したわけですところがそれまで考えてください、まあ、スキーも一人でやるスポーツですでトラスロンももちろん一人でやるスポーツですでトラスロンプロっていうのはもちろん全部一人でやってますからほとんどもう個人プレーのもう王道みたいなものですよ人でしかやってないチームワークなんて全く考えたことないそんな人間が 小さいながら組織を率いるこれは相当苦戦しましたやったことないわけですからもう三十何年間やったことないことを急に始める当然その頃僕が考えていたのは会社とそして自分の先にいる相手にいる対,対峙するお客さんこのことはさすがに商売なので考えましたけどもそれしか考えられなかったその間にいる自分たちのスタッフとか従業員その人たちの気持ちに寄り添ってあげることが全くできなかったなので たまに現場に行って、ね、指示を出して文句を言ってそんな社長に誰がついていきます当然会社は思う通りには動いてくれませんそして一生懸命自分が熱い思いをも持って作ってきたイベントも資金難になっていろんな人に頭を下げながらも結果としてなくなっ諦めることもありました 非常にそういった意味では最初の5年間多くの方に迷惑をかけて多くの方に助けてもらってなんとかこの会社を回していたというのが状態です。まあ、それしかしおかげさまで、えー、そこで,です、ね、歯を食いしばって頑張ったことで今会社はちょうど今年でおかげさまで10年を迎えましてです、ね、なんとか会社の底を保つことができています。この時に学んだ 人に寄り添うその人間マネジメントこれは僕のその後の仕事に対してそして活動に対して非常に役に立ちましたそして何といってもやはりそこで自分を鼓舞させてくれた非常に厳しかった時に鼓舞させてくれたのは自分たちの仲間そして自分が最初にどう思ったのか常にやっぱりここに立ち戻る最初にみんなと一緒にトランスを広めることにワクワクしたんじゃなかったのか だから覚悟を決めたんじゃなかったのかここに立ち戻りましたそして我慢することができました確かにまだまだ経営者としては勉強中です決してまだできたわけではありませんただ僕は本当にたくさんの信頼できる仲間と一緒にこのスポーツをこれからも広げていきたいなとこのように思っていますそして3つ目いよいよ、えー、政治家になるというお話です 正直なところ、今、1月末でしたっけ、そうですよね、昨年の今頃まで全くそんなことは考えてませんでした、政治なんて、全然興味がないねというところだったんですが、ある信頼できる政治家の方、その方、実はトランストやってます、結構トランストのいろんなところにいるんですよ、皆さんもよかったら。<laughs> っていう話がいつもの話なんですよね、その政治家の方からですね、ちょっとお誘いがありまして、事態は,は急変しました。 とは,いえとはいえさっきも言ったように全く政治家なんか意識もしてないもしくはむしろ嫌悪感があるなんか汚い世界だなそして活動も理解できてない当然最初はお断りしましたでもいろいろとお話をされて迷ってという繰り返しですただ僕はその実は昨年一昨年の末に50歳になってるんですけど50歳になった時に思ってたことが50になったら さっきあの人生100年というお話を、ね、していただきましたけれども50になったらちょっと今まで自分のため自分の会社のためばっかりやってたからちょっとは社会貢献しようこれが一つですそしてもう一つスポーツで、まあ、僕ずっと、ね、スポーツで身を立ててきたわけですからスポーツを生りにしてきた人間として自分の町に来るオリンピック・パラリンピックに何らかの形で貢献しようこの2つだけは50歳の決意として。 心の中に持ってましたでもそれをどう果たたしていいかかか僕には分からなかったでその先輩に先輩というか政治家の方に話された時にもしかしたらこれはそういうことなのかもしれないと実は最初に聞いた時に思ったんです、ね、でもその後に「えちょっと待って政治家ってあんな汚い世界俺は嫌だね嫌だね,嫌だね」って言って断ってたんですけども何度も何度もその方たちとお話をするたびにそのことが少しずつよぎってきました。でも 考えれば考えるだけ自分がトライアスロンっていうところにポジションがあるがゆえにそんな不利のとこに行くってバカバカしいでしょそこにいた方が安全じゃないなんでわざわざそんなところに行くのいろいろ考えました考えれば考えるほどデメリットの方が大きいような気がしましたでもそこでやはり自分が前に一歩進んだのは一番最初に何て思ったのかそう 政治家となって社会に貢献してそして自分の町なオリンピック・パラリンピックに貢献できたらいいよねあそうだよこの思いだよ確かに考えれば考えるほどデメリットの方が多いし普通に考えたらやらないけどもだからこそでも最初に思ったことをちゃんと貫いてみようこう思いますなので、えー、その時に結果として政治家を選び、まあ、おかげさまで、えー、今政治活動をしているということになります。 とはいええー、選挙活動、そして政治活動含めてです、ね、正直、もう、あのー、がっかりするというか、えー、そんな思いをたくさんしてきましたスポーツの世界皆さんもスポーツをやられている方は分かると思いますがスポーツの世界というのは相手に対して相手がこのぐらいいるんだったら僕はもうちょっと頑張ろうあいつがここまでやってんだったらここまでやろうというそういう世界ですつ,つまりもうポジティブにポジティブにとにかく上に,上に上に上り上がろうというそんな世界です。政治の世界 まあ、もちろんそういう面もあるんですけども大体はですねつまりめちゃくちゃポジティブな世界からめちゃくちゃネガティブな世界に入っちゃったあれこの中に政治の方いらっしゃいますね <laughs> で後ですいません本当にそういう感じですだからすごくそういう意味でははっきり言ったそのギャップに落ち込みました自分自身偉いところに来ちゃったなこれ落ち込んだのも事実です かなりそういった意味で精神的にはめいりました。そして都議会議員今現在都議会議員ですけども都議会議員で一人でほとんど何もできないんですよなんか偉そうにしてますけどほとんど何もできないだからこそ政党を組んで政策を進めるということをやっていくこんなのはまあ理論的にはもちろん分かってましたけどもやっぱり最初のいろんな夢と希望を持ってたところからのそのギャップに自分自身に非常にがっかりしたのも覚えてますでもそうは言っても これはやっていいかななきゃいけないでもそれに跳ね返されるその繰り返し新しい壁にぶち当たって跳ね返されてる感じいやこれって何でもそういうことを皆さんも多分経験してると思うんですけど50で全く違う世界に入って跳ね飛ばされると意外とへこみます本当にへこみますまあ結構へこんできましたその中でへこんでる中でやっぱり自分で苦しい時に思ったのはそうだと。 俺は最初に何でこの世界に入ろうと決めたんだっけ別に政治家のバッジをつけるためにやったわけでもないし偉そうにするわけでもないし僕は社会に50になったら貢献するそしてオリンピック・パラリンピックに寄与するあそうだよここを忘れちゃいけないこれが僕の原点なんだ最近はようやく 今ちょうど半年ぐらいなんですけどようやくそういったことに気づきましたいうかもう一度自分に立ち返りましてなんとなく吹っ切れてきたなんとなくそこの道が見えてきたというところですもちろんまだまだゴールに達したわけではありませんが少し光が見えてきた僕は僕らしく政治をすればいいんだ政治家をやればいいんだ議会の活動をすればいいんだ例えばオリ今オリンピック・パラリンピックの話が出ましたけどもオリンピック・パラリンピック で、えー、普通の議会今日も実はオリパラ委員会というのをやってきたんですけどもそういうところで普通の人がやるのはですねやっぱり予算の話とかこの決定のプロセスはとかそういう話を必ずえ議論の中でしますそれは皆さん見事ですよやっぱり政治家の方はでそういう方しますでも僕がそれを無理してやろうとするよりまあもちろんそういう話もするんですがするんですがそうではなくて僕はどちらかというと現場の温度感現場の 人間感がわかる現場の感じが分かる人間って誰もいないんですよその議会にはもちろん都庁にもいないです都庁の人はもの,ものすごく知ってますけどもスポーツの現場を知らないってほとんどの方僕は現場を知ってる現場の温度感も知ってるそだからこそ現場のそして選手のファンの目線で議論することができるこれは非常に僕ならではのことだそうだよ僕はこれでいいんだよようやく ここ数ヶ月になって、まあ本当にここ一二ヶ月ですね。だってこういうことに自分で今気づき始めたというところです。まあここまで三つお話をさせていただきました。まあいずれにしても大きなターニングポイントがあり、その時にでも一部常に立ち返ったのは、最初に僕はどう思ったのか、何にワクワクドキドキしたのか、ここだけです。ここだけをにとにかく立ち返ることにする。 これがやっぱり僕の人生を全部決めてきたそしてこれからもそのワクワクドキドキをしっかりと探しながら自分ではやっていきたいなこのように思ってます一番これからしばらく目先のワクワクドキドキ目標はですねやっぱりこ2020年のオリンピックとパラリンピックです大会いや成功しますよもう優秀な人がいっぱいやってますから大会は成功するんですじゃあお前の目標は何だ僕は そののの大会の後に何を残せるかここが自分のテーマですすす大会が成功するんですでも大会の後に例えばリアルなスポーツを身近で見て感じて、ね、皆さんがスポーツを身近に感じてもっと健康づくりにいそしむこれも一つの効果です例えばパラリンピックを見て皆さんがの中に、ね、物理的なバリアフリーじゃなくて心の中のバリアフリーができるといいなこんなことも感じています。 こういったハードじゃなくてソフトがしっかり残せるそんなオリンピック・パラリンピックにしたいなそのために自分は今もう少し頑張らなければいけないなというふうに思っていますこれからも僕自身自分のこの中の若くセンサーこれをしっかりと磨き上げ,き上げてこの若くセンサーに従ってチャレンジを続けていきたいなというふうに思っていますご清聴ありがとうございました